はようございます。私が私らしくあるために大切にしているのは毎日のお決まりのルーティーン。九州教具グループキュービックホテルズ株式会社に勤める福田咲子さん、6歳と4歳2児の母。ホテルウィングポート長崎、ホテルクオーレ長崎駅前、ホテルベルビュー長崎出島、ホテルブリスビラハサミ、系列4ホテルを行き来して仕事をしています。主に今行っている仕事内容としては接客研修を行っているんですが、接客の基礎の部分、スマイルトレーニングだとか美しく見える動作のポイント、そういったところをやっています。ホテルのフロントに立つこともあります。普段接客研修を行っているので、お手本になれるようにより一層気をつけて立っています。毎朝出社するのは系列を束ねるキュービックホテルズの事務所。朝出勤したら部署のみんなでトイレ掃除だとか共有のスペースなんかを掃除しています。自然と部署のみんなで協力し合って始まったルーティンだと思います。日報のチェックや資料作りが終わると、今日はホテルのフロントへ。福田さんの夫陽平さんも同じ系列のホテルに勤務しています。週に 2,3 回夜勤で家事とか子供の世話とかを任せっきりなので感謝しています。喧嘩はほとんどないですね、はい、どういった仕事をしているのかっていうのが理解し合えてると思うので、小さなちょっと気遣いが自然にできているのかなと思います。福田さんが仕事に復帰した時、2人の子供は1歳と3歳。1日が24時間あっても本当に足りないなって辛い日にもあったんですけど、まあ、夫がすごくサポートしてくれたので、子供を連れて外に遊びに出かけてくれたりする、自分一人の時間を楽しめるっていうところではリフレッシュできる時間かなと思っています。まあ、私も周りの先輩ママさんたちにすごく助けられて支えられてやってきたので、若い世代の社員さんたちにもですね、フォローしてあげれたらいいなと思います。あ、お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。今日保育園で何やった？お遊戯会？大太鼓の役やったっけ？あ、本当？うまくできた？上手にできたかな、ひたち。